Show me your face. Lay back, lay back. Ready or not. Show me your face. Lay back, lay back. That I want. 좀 더 짙게 빼. 사랑은 시작됐어. 뛸까 말까 망설일 시간 없어. 너의 길이 어둡지 않도록
K-POP ラバーめぐりあいです。2020年の始まり、1月上旬の新曲リリース情報をお送りしました。여러분새해복많이받으세요。もう2020年も10日が過ぎました。今頃新年の挨拶をしている人も私くらいじゃないかと思いますが、今年初のトーク動画なので挨拶してみました。皆さん、お正月には韓国好きな友人や韓国の知り合いと韓国語で新年の挨拶交わしましたか？自分はしていなくても好きなグループなどは新年の挨拶動画などでせーぼんまでばるせよよく聞いたのではないかなと思います。今年2020年、せへ、新年、ぼ、ふく、ばり、たくさん、ばるせよ、受け取ってください。ということで、皆さんにとって素敵な一年となりますように。そして悲しいこと、辛いことはできるだけ少なく、楽しく嬉しいことがたくさん味わえる K-POP オタ活ができますよう、お祈り申し上げます。それではここからはいくつかピックアップして、もう少し詳しい情報を交えながら曲紹介していくので、お時間あればお付き合いください。모든걸채워넘쳐를뜨지 80's は1月6日にミニアルバムトレジャーエピローグアクション to アンサーをリリースして完爆しました。昨年10月にリリースした正規第1週トレジャーエピソードファイナルオールトゥエクションから3ヶ月での高速完売。まあ、実際カムバ活動が1ヶ月ぐらいあるので、まあ、それを除くとほぼ2ヶ月というかなり短い準備期間の後に今回完売しているんですけども、よくこの短い期間に準備したなと思わずにはいられないほどの圧倒的なパフォーマンスとインパクトのある曲を披露してくれています。前回の正規一周がトレジャーエピソードファイナルフィンということで終わったやんって感じなんですが、今回もトレジャーがついてるんですね。で、今回はエピローグということで、本当にトレジャーシリーズの締めのアルバムであり、次のコンセプトへと続いていくプロローグのプロローグ、クリスマスイブのイブでイブイブみたいな感じにもなっているのではないかなと思います。宝を求めて冒険をしてきた彼らがたどり着いたとりあえずのゴールで祝杯をあげているんですが、あれって俺らが求めていた宝は本当は何だったんだとなって、ここからまた求めていくものが変化していくのではないかなと思います。ミュージックビデオに出てくる謎の覆面男の存在が何かしらの鍵を握っていそうです。デビューしてからここまでエイティーズは、海賊王に俺はなる的な目標を掲げて、この世にあるはずの自分にとっての宝を求めて旅をしてきました。リリースされてきたアルバムも一貫して宝を探す男たちの姿を描いています。同時期にデビューしたグループたちが可愛いコンセプトやキラキラした学生青春コンセプトを打ち出す中で、本当に新人なのかっていうくらいキラキラよりもワイルドとかセクシーさを前面に押し出してきた彼らは、他のグループとは一線を画す雰囲気を醸し出していて、2018年デビュー組の中ではある意味
異質なグループじゃないかなと思います。まあ、ですがこういうコンセプトをある程度貫くのって結構難しくて、どのグループも気軽に挑戦できるというものではないので、ある意味それが他のグループとの差別化につながっていて、インパクトや印象には残りやすいのではないかなと思います。個人的にアジズはかなりハマっているグループでもあるので、今回ブログでアルバムレビューとこれまでのトレジャーシリーズを振り返る回想記事を書いています。生粋のエイティにはもちろん、これまでエイティーズをあまり知らなかったなーって方や、気になってはいたんだけどあまり詳しくないんだよねーという方は、概要欄に URL を貼っていますので、ぜひぜひ読んでみてください。ファーストフルアルバムファーストコレクションをリリースしてカムバックしたのは SF9。 デビューしてから3年ちょっとで6枚のミニアルバムを精力的にリリースしてきたんですが、今回やっと正規第1週がリリースされました。これまでデビュー曲のパンパーレから、プルルン、シッター、オソレミオ、ママミア、チロッソ、イエッポチジマなど、SF9 はあまり知らなくても曲は聴いたことあるというような耳に残りやすいキャッチな曲をたくさん披露してきました。今回前回のセブンスミニアルバムから、約7ヶ月ぶりのリリースということで、少し間が空いてしまったのですが、正規一周ということで多くの楽曲が収録されていて、とても聴き応えのあるアルバムになっています。タイトル曲グッカイは高級感のあるサウンドメイキングと調和の取れたトレンディーなスタイルの曲で、好きな相手に自信を持って近づくグッカイを表現した曲となっています。月日を経てより男性らしくセクシーな魅力が増した SF9 を堪能できるミュージックビデオも見どころです。ベリベリーは前作のシングルから約5ヶ月ぶりのカムバックです。2020年、ベリベリーはフェイスイットというスローガンを持って新しいスタートを切ります。自身の姿と向き合って前に進もうという意味を込めたフェイスイットの最初のエピソードを盛り込んだのが今回のミニアルバムフェイスミとなっています。今回ジャケットがオフィシャルと DIY の2バージョン出ていまして、 DIY アルバムのカバーはメンバーのヨンスンが直接デザインに参加しています。これまでデビュー曲のプロジョリンリンリンからタッチャラソマーレ、タッタッタまで比較的ポップで可愛らしいイメージを披露してきたベリベリですが、今作から取り組むテーマも関係してシリアスでクールな雰囲気を醸し出して新たな魅力を伝えています。ミュージックビデオも自身と向き合って前に進むというスローガンに合わせて、それぞれが自分と対峙する構図のシーンがあるんですが、7×2 ということで14人分が画面に収まる様子は絵面的にもすごくインパクト大となってます。SBS 月火ドラマロマンドクターキムサブ2の OST に、エクソンのベッキョンが参加しています。君を愛しているというこの曲は、愛する恋人に伝える気持ちを込めた曲で、繰り返されるピアノの旋律と優しいギターの音色にベッキョンの繊細で感性的な歌声が加わって、主人公の切ない心を感じることができるバラードに仕上がっています。昨年高視聴率を取ったホテルデルーナですとか、あと太陽の末裔、大丈夫愛だよなどをはじめ、トッケビ OST 最高のヒット曲エイリーの初雪のように君の元に行く、キャニョルとパンチの Stay With Me、クラッシュの Beautiful、 ソーユの I Miss You の4曲をヒットさせ、国内最高の OST 制作プロデューサーとして注目されたソン・ドン・ウンプロデューサーが再び OST 制作と総プロデュースを引き受けています。
Body of You が Phase 1 U を1月7日にリリースしました。プロデュース101出身の元マイティーンのソン・ユビンとキム・グッコンのユニットとなっています。8月にリリースした2人のファーストシングル「ボレイ」で華やかなスタートを切った「ビオビオ」ですが、グッコンとユビンは2017年マイティーンという7人組のボーイズグループとしてデビューして、昨年、プロデュース101に出演して強烈な印象を残しました。このマイティーンですね、昨年2019年8月に解散してしまったんですが、デビューの翌年には早々に日本デビュー曲もリリースしたものの、グループとしては約2年という短い期間で幕を閉じてしまっています。デビュー年と翌年に1枚ずつミニアルバムをリリースしただけで、2019年はグループとしてアルバムも一切リリースはされていなくて、活動もほぼなかったので、実質1年くらいの活動しかできていないグループです。その後2人はユニットビオビューとして再出発という流れになっています。このユニットビオビューというグループ名は、誰かにとっての最高になれる、ベストオブユーという意味と、グッコンとユビン、またはグッコンユビン&ファンという意味のあなたたち両方、ボスオブユーという2つの意味を持っています。ワナワン、アイズワンなどの曲をプロデュースしたヒット曲メーカーテンジョーと、チャイオンティ、ビッグバンのテアンなどの曲を作業したソウウォンジンプロデューサーが参加してクオリティの高いアルバムとなっています。またプロデュース101からのつながりで、チェ・ヨンジュン振付師がタイトル曲の振付を務めています。今回の Phase 1U というアルバムは Be of You が伝えたいメッセージを込めた初のミニアルバムで、これから続いていく話の序章となっているアルバムです。僕の存在が君に出会って、僕らとしてお互いをより完全にする、その大切さをの意味を込めているそうです。タイトル曲のマイエンジェルは強烈で男性的な感じを与える曲で、感性的なメロディーにシンセサイザーを積極的に取り入れた洗練されたダンスポップ曲となっています。ユビンを象徴する海とグッコンを象徴する月の運命的な出会いを描いたパフォーマンス曲で、まだ答えのわからない二人に向けられた空の光が、もしかしたら望んだ遠い未来の自分の姿かもしれないということを気づかせてくれる、より大きな愛を夢見る成長の歌です。 LA で撮影されたマイエンジェルのミュージックビデオは、それぞれ荒野と都心をあちこちこう縫って何かを探しているような神秘的な、二人の独特の雰囲気が目を引きます。今回のミニアルバムのアイテムであるタロットカードと関連付けられた狼や望遠鏡、馬、湖など様々な要素が MV のあちこちに溶け込んでいて、この世界観の意味を見つけるのも楽しさの一つとなっています。나는잘지내気にと거르지않았어シンガーソングライターユンナがニューミニアルバム Unstable Mindset をリリースしました。今回いい曲が揃っていたので、ちょっと紹介したいと思います。バンタンのレプモンがフューチャリングしたことでも、主にバンタンペン界隈ではユンナの曲聴いてみたよという人もいたのではないかなと思います。ユンナって誰っていう人もいるかもしれないですね。自身のアルバムももちろんリリースしているんですけど、ここ数年はドラマの OST にかなり多く参加したりしているので、K-POP ファンよりかはカンドラファンの人の方が認知度高いかもしれないです。ところでこのユンナって名前なんですけど、韓国語少しわかる人は不思議に思うと思うんですが、ハングルでこう書きます。そうすると、まあ、リエゾン、連音化してユナか、もしくは、まあ、しないまま読めばユンハになるはずなんですが、日本だとユンナというふうに、紹介されます。まあ、ユンナと読ませようとするとこれちょっとハングルを変えなきゃいけなくなっちゃうんですよね。でこれ知ってる人もいると思うんですが、実はユンナはかなり前に日本デビューしています。彼女今年32歳になりますが、日本デビューしたのは2004年頃、当時まだ16歳とか17歳の可愛らしい女の子でした。その時にユンハの発音が、まあ、ユナ
リエゾンしてユナユナになるのがユンナって日本人には聞こえてしまうことが多かったらしくて、デビュー当時はユナ名義でしたが、その後ユンナに変えたという流れがあるんですね。少女時代のユナもいることなので、普通にユナで貫けばよかったのではという気もしないではないです。で、当時、デビューの翌年ですね、確か、セカンドシングルとして、ほうき星という曲をリリースしたことがあったんですね。私はその時はもちろん韓国には全く興味がなく、ただテレビから流れてくる曲を聴いただけだったんですが、とても衝撃的でした。軽快な耳なじみのいいメロディーに圧倒的な歌唱力、可愛らしいミュージックビデオに一気に引き込まれました。今探しても正規のプロモーションビデオはちょっと見当たらないのでお見せできないんですが、カラオケとかに行くともしかしたら PV 動画が流れる場合があるかもしれません。歌ってる時の日本語の発音もほぼ完璧だったので、当時は普通に日本の女の子だと思って見ていましたね。で、この曲はテレ東のアニメブリーチのエンディングテーマにもなっていたので、アニメ好きな人の方がもしかしたら知っているかもしれないです。とにもかくにも、私とユンナの出会いは14、5年前に遡るわけです。それからしばらくして K-POP の扉を開いた時に、ユンナが韓国で音楽活動を続けていたことを知って本当に嬉しかったです。長い前置きはこの辺にして、今回のミニアルバム、タイトル曲はダーククラウド暗雲。恋人と別れて一人の生活を元気にこなしてはいるけれど、それでもふとした時に感じる寂しさに昔を懐かしむ気持ちを綴った曲です。また先ほど紹介したように、収録曲ウィンターフラワーはバンタンのレプモンがフューチャリングして話題となった曲です。この曲がすごく良くて、今回のアルバムの中で一番好みの曲なんですが、忙しいお互いのスケジュールの合間を縫って直接2人が電話で連絡を取り合いながら作っていった曲だそうです。もともとナムジュンと組んでみたいなと思っていたユンナなんですが、彼女の楽曲が、まあ基本的に柔らかいバラード曲がここ数年多かったので、ちょっと毛色が違うということで、なかなかコラボの提案ができずに月日が過ぎていったんですね。で、今回やっとうまくその相乗効果を生み出せそうな感じになったので、正式にラブコールを送ったそうです。アルバム名の Unstable Mindset は、日本語にすると不安定な思考というような意味合いなんですが、何かあれこれ悩んだり情緒が不安定になるのって、自分自身が成長している過程であることが多いと思うんですよね。でも成長って特別なことではなくて、それによって気持ちが揺れたり未来が分からなくて不安になったりするのは当たり前だから、恐れたり拒絶したりするんじゃなくて、ゆっくりでも慣れていけばいいんだと思うよというメッセージを伝えるアルバムになっています。では1月中旬現在看板が公表されているものをさらっと予習しておきましょう。まず12日にボーイズグループ ENOI がファーストミニアルバムレッドインザアップをリリースして完売します。13日はブレッピーの事故がデジタルシングルをリリース。14日は5人組のボーイズアイドルバンド 2G がファーストミニアルバム We2G をリリースしてデビューします。同日ジェジュンがニューミニアルバムをリリース。15日に少女時代のテヨンがソロでリパッケージアルバムをリリースという感じで予定されています。1月下旬には神話のドンワンやスジュ、スーパージュニアのリパケ、ジェクスキスのアルバムなど、ベテランオッパアイドルたちの看板がたくさん予定されています。そして来月の話、ちょっと先ですね、になるんですが、今や K-POP の王者と言っても過言ではないバンタンこと BTS の看板もすでに決まっています。ブログでは、これからデビューするグループであったり、まあ、カムバックしてくるグループの情報をまとめた記事も随時更新しているので、誰がいつカムバするのか知りたいなという時にぜひ活用してみてくださいね。
それでは本日の動画はここまで。今年はゆっくりと新しいことにも挑戦していけたらなと思っています。このチャンネルは主に K-POP ファンの方が見たり聞いたりしてくださっていると思うんですが、そんな、K-POP オタ活の中で出てくるお悩みとか、こんな疑問があったんだけどどうなんだろう、みんなはどうしているものなのみたいな疑問質問コーナーみたいなものも設けられたらなと思っています。まあ、例えば推しが被るのが嫌なんですけどとか、こうアイドルの恋愛について物申すとか、イベントコンサートでのファンのマナーなどなど、お気軽にコメント欄、ツイッターなどでメッセージください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。歌詞のお役、MV 動画なども作成しているので、よかったらチェックしてみてください。高評価、チャンネル登録していただけると励みになります。それではまたお会いしましょう。止まんなよ、うんにゃん。So please don't go. I'm not afraid.